はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。フィリスのアトリエ不思議な旅の錬金術師、続きやっていきたいと思います。まあ多分今日も、錬金と、戦闘かなの予定です。一応クエスト確認してみようか。クラーデル平原にいるから力肉、原初の力肉っていうのはどこで取るんだろう。紫色の花、火炎石、飲める水、周りの人、あ、ちょっと待って、周りの人っていうのは情報集めんだろう。一回外出てみればわかるかな。ここでもう一回ちょっとクエストの確認。あ、これじゃないな。地図で確認か。クエスト、お世話の続き。あー、これは違うもんね。他に出てきてないから、一応人には合ってるからな。もう一回ついちゃう。結構いるね、あのでっかいの。そんなにいるんだ。地図地図地図、こっちへ行かないといけないみたいだな。あ、橋がある。できるだけ遠くへ行って地図を進めましょう。釣りができるけど、ちょっと喉が渇いてきたけど、これは飲んでも平気なのかな。最初花、これかな。あ、戦闘になっちゃうかも。私お腹が空いても食べちゃダメ。戦闘したいみたいだな。しょうがない、戦ってやろう。雑魚ばっかね。よし、これはまあこいつから行きますか。どけ。お、一撃だぜ。ブレビーさん強いな。アイテム、範囲攻撃ができるのがなかったっけ。あ、範囲攻撃持ってないじゃん、もしかしたら。あった。21、15、スキル使っちゃう。逃がさないわよ。よし、狩りの練習にはなったかしら。宝箱出てるね。天才は成長を続けるものよ。お宝浮いてます。で、花を取れんじゃない。植物って錬金術でもよく使うんだよね。あ、こっちは先へ進めるね。ちょっと隣行ってみよう。隣のマップは何ですか。あー、こっち雪の方だね。ムービーかな。あ、そっか、雪初めて見んじゃない。あ、まだ降ってなかった。あれは疲れたわ、ネクレット。いや、そう言われても僕にはどうすることもできないんだけど。変わった格好。おぶってちょうだい。おぶって。いや、僕たちはほぼ同じ体格だからそれは難しいんじゃないかな。ち舌打ち。ハトミナ、
今君舌打ちしたかい？いいえ、してないわ。また面白そうな二人組が出てきましたね。しかし困ったな。あなたたちどうしたの？ああ、こいつが急に疲れたって言い出して。焚き火があるからここにアトリエ作っちゃうのかな。あら、行っちゃいけないの？そんなことはないけどさ。ねえ、もしよかったら私のアトリエで休んでいかない？アトリエ？ってことはお姉さんは錬金術師なのかい？うん、あ、まあとりあえずアトリエの中でお話ししようよ。驚いたわ。まさか持ち運べるアトリエがあるなんて。そうだね。でも本当に助かったよ。そういえば自己紹介がまだだったね。僕はメクレット。私はアトミナ。不思議な子ですね。アトミナはなんか綾波レイみたい。僕たちは二人で一緒にいろんな場所を旅しているんだ。それで、あなたたちはなんて言うの？私はフィリス。で、こっちはリアネお姉ちゃん。私、錬金術師の公認試験を受けるためにライゼンベルグっていうところを目指してるんだ。へえ、公認試験を受けに行くってことはさぞかし優秀な錬金術師なんだろうね。そんなことないよ。まだまだ駆け出しだし。ねえ、二人はどうして旅をしてるの？子供だけで旅なんて危ないんじゃ。まあ危ない時もあるけど、それよりも知りたいことがあるから。そうだね。僕たちが旅をしているのは調べ物をするためなのさ。調べ物？なんだろう。今はこの近くにあるバイスラークって町が目的地なんだよ。町があるみたいだね。そこ行きたいな。バイスラーク？へえ、そんな町があるんだ。うん、いろいろと情報が集まる町だから、フィリスも行ってみるといいわ。公認錬金術師もいるかもしれないですね、そこ行けば。うん、考えてみるよ。さて、ずいぶんとお邪魔してしまったし、僕たちはそろそろ行くとしようか。そうね、十分休ませてもらったし、それに多分また会うことになると思うから。なんでだ。それじゃあね、二人とも。さようなら。ちょっと変わった二人ですね。なんだろう、また会うんだ。子供なのにつかみどころがないっていうか、なんだか不思議な二人だったな。あ、焚き火めーけ。ちょっとゆっくりしていこうかな。なんかすごい水の音がするんですけど、なんでだ。ここか。特に何もないな。水の音はするけど、バイスラーク見聞院本院あり南に行けと。南だって。おお、どっから来たことになるんだろう。南から来たんじゃないの。南ってこっちだよね。まあ南ちょっと行ってみますか。バイスラーク。
まあここでさっきの2人にまた会うってことかな。こんなに早く町に着くと思ってなかったですね。予定が変わっちゃった。わ、なんか立派な家がいっぱいある。ここがバイスラーク？いろんな情報が集まる場所だって話だけど。多分いるでしょうね、婚姻錬金術師。もし本当なら役に立つことを聞けるかもね。いい狩り場とか上手な罠の作り方とか。それが役立つのはリア姉だけな気が。まあいや、いろいろ見て回ってみよう。さて、どんな本を読もうかしら。天才は努力を怠らないのよ。さてと、ここに人がいる。ええ、総本山、なんかあれかな、あの宗教的なものがありそうですね。なんだ、ここ入れるみたい。宿泊所。いらっしゃいませ。安い。冒険者たちの集う。っていうか金がないことが気づいた。お金全然貯まってないですね。どうやって貯めるのかな。お、購入者ではない。おお、間違えた。まあここはまた後でだな。何か本を読もうかな。冒険探とか図鑑とか。新婚旅行。こんな何もない町。いや、大変な二人になってますね。え、新婚旅行は楽しく。ちょっと待って、クエスト確認。そんなのがあんのか。これか。そよ風のアロマ。そよ風のアロマか。持ってないだろうな。あともう一個は、ここが入れる民家。特に何もないですね。俺が求める本は果たしてここにあるかな。あの二人のことを見てるのか。あ、ここはなんか賢者の食卓。あ、レストランっぽい雰囲気のところですね。おう、愛用のつらし。あ、これクエストじゃない。ああ、すまない。考え事をしていた。あれ、カルド。ああ。カルド、こんなとこにいたの。ああ、すまない。一緒に来てもらう。来てもらいましょう。了解、ついていこう。まあ、こんなとこにいるとは、あの遺跡にいるんじゃなかったのか。料理がある。お、山の珍味。あれ、こんだけ。なんか買ったり食べたりはできないのかな。亀の手。何？ああ。紙の手を手に入れなきゃいけないの。ここにはよく来るんだけど、人は優しいし、いい場所だよ。おお。はあ。旅立ちの準備。
クエストをいっぱいもらいましたね。ただ全然進まないな。これじゃあどっかに、あ、ムービーになった。あ、楽しかったね。なんだ、うん、お人形さんすごかった。ずいぶんと楽しそうだけど何かあったのかな。子供たち向こうから走ってきたよね。あ、ちょうどいいや、あの人に聞いてみよう。なんかちょっと怖そうな人じゃない、さっき子供たちがお人形って言ってたんですけど何かご存知ありませんか。あ、フィリスのあの後ろのカバンのところにお人形が2つぶら下がってますね。これはフィリスとリアネかな。ああ、それなら私の人形劇のことだろ。先ほどまでここで公演をしていたからな。人形劇、人形劇ですか、すごい。私も見てみたかったな。ほう、人形劇に興味があるのか。いいぞ、実にいい。これも何かの縁だろう。君の名を聞かせてもらおうか。あ、はい、私はフィリス、錬金術師をやってます。フィリスか。私はフリッツという。各地で人形劇を演じながら旅をしている流れの人形師だ。人形劇か。人形師、そんなお仕事もあるんですね。ま、確かに珍しいかもしれないな。だが君も錬金術師だろ。錬金術師も決してよくある職業ではあるまい。その年で錬金術を収めているとは大したものだ。ところで君は人形劇を見たいと言っていたな。あいにく今日の公演は終わってしまったのだが、私はしばらくこの町にとどまるつもりだ。機会があれば公演を見に来るといい。見れんのかな。はい、わかりました。楽しみにしてますね。うん、それではまたな。なんか見に行っても実際のシーンはなくて、楽しかったねっていう言葉で終わりそうな気がするんだけど、新商品を入荷しました。どれを買って、とりあえず亀の手があれば。ないね。ぜひ。足りなくなって、どれを買う。ない。まだん、この向こう側にもなんかあるな。結構入り組んだ町ですね。あっちはちょっとやめとこう。こっちから先に行こう。ええ、民家、民家はクエストもらえると思ったけど案外何もないところも多いですね。あ、これはクエストっぽいな。恋愛小説はあるかしら。似合わないってどういうこと。おお、あれがないですね、あのアトリエを建てる場所が。はい、民家、結構民家に入れるな。おお。夕焼けか、すごいなんか綺麗な景色ですね。足りなくなってた、どれが。
亀の手はないな。結構女の子が石を売ってますね。また来てくだ。あ、クエストだ。クエストっていうか、この人も人形師かな。あら、どうしたのフィリスちゃん。私のことじーっと見つめて。アルス、あれどこで会ったっけ。まさか私に恋をしちゃったの。違います。どうしてルイスさんって男の人の格好をしてるのかなって。ああ、そうね。それには3つ理由があってね。まず第一に、動きやすいってこと。楽器を演奏するときにも服が邪魔にならないの。第二に、インパクト。男性だと思わせておいて、実は女性だと意表をつけるでしょ。なんだそれ。そして第三に、私が女性の格好をしていると美しすぎてみんな振り向いてしまうからよ。おお、なるほど。確かにルイスさんすっごく綺麗ですもんね。え、何その素直すぎる反応。普通ツッコミとか入れるでしょ。もうフィリスちゃんってばなんていい子なの。うわ、ちょっとルイスさん、ほら欲しいものがあるなら何でも言いなさい。どれどれがいるの。そうそう、ちょっと近い近いですってば。なんだろう、リアネーと同じ匂いがする。足りなくなってた商品どれを。ない、カメの手売ってないね。なんて聞いてね。ええ、あった。おお。骨の材料、巨獣の骨。もう一人いるな。仕返しに現れる魔物。なんだそれ、怖いですね。いでよアトリエ。あ、ムービーだ。フィリス、お菓子買ってきたわよ。お茶にしましょ。あ、イルちゃん、ちょうどいいところに。ちょうどいいってどうかしたの。あのね、称号でわからないところがあって、教えてもらえないかな。勉強しろよフィリス。もうしょうがないわね。どこ、見せてみなさい。ありがとう、イルちゃんの説明すっごくわかりやすかった。あ、当然よ、だって私だもの。まあ、またわからないことがあったら聞きなさい。いつでも教えてあげるから。イルちゃんって意外とお世話好きなのかしら。意外とっていうか、イルちゃんはもともとお世話好きだと思うけど。それもそうね。何かとフィリスちゃんのこと手伝ってあげてるし。ちょっと私のことをああだこうだ言うのはやめてよね。別に世話好きなわけじゃ。ちょっとよう思い出したから、バイバイ。恥ずかしがり屋さんですね。え、イルちゃん、お茶にするんじゃなかったの。待ってよイルちゃん。イルちゃん、お菓子食べ損ねちゃいましたね。さてと、この人に話しかけてみよう。フィリス君、君と初めて出会った遺跡の内部覚えているかい。結構敵が強かったですよね。あの劣化具合から判断すると500年ほど前のものだろうか。あの場所は何のために残されたんだろうね。昔の人たちは僕らに何を伝えようとしたんだろう。案外自慢の中庭を見てもらいたかっただけだったりしてね。なんと、ちょっと他の人も声かけてみようかな。
は空いてない。あら。ああ、フィリス。特に何も進まないな。フィリスか。ちょうど菓子を持ってるんだ。てかこっちは男部屋だと思ってたけど、この人。ああ、すまない。考え事をしていたよ。ここにいるんですね。ああ、ちょっとだけ錬金して終わりにしようかな。何を作ろうかな。何を作ろうかな。ハリタスとか、ちょっといろいろあったった。そよ風のアロマ、これだ。ピュアオイルがない。ピュアオイルは作れるのかな。ピュアオイル誰か売ってたかな。ピュアオイルはないんだね。どれ作ろうかな。とりあえず赤麦パン作っておいて。もう麦粉とか素材がないな。ああ、なんかやっぱりレベルが上がったからかな。これすごく難しくなりましたよね。触媒使うっていうのがもう前提みたいになってる。あ、プニプニ玉金ってすごいなこれ。よし、始めよう。これ回転、あ、する。ここにいるよ。これ回転上下しかしないか。じゃあこれはここにしよう。材料投入。これはここで片方が完成かな。いい感じ。あとこれでしょ。ちょっと無理だな。無理だ。ダメだね。斜めのが1個あればよかったけどね。材料投入。まあダメだからこの辺適当に埋めとこう。ここにいるよ。仕上げスタート。うん、どの特性を残そうかな。サイズマイナス。こんな感じで完成。完成。あ、ムービーだ。リアーネさん、その、結構こういう小さなイベントが多いですね。うわ、なんだこれ。わかってるわ。これが欲しいんでしょ。ああ、作ってくれたんですか。ありがとうございます。なんだろう、あのお菓子は。イルちゃん気に入ってくれたみたいだったから、美味しく食べてくれると嬉しいわ。なんだ、二人して変に仲良く。はい。それじゃあ早速。へえ、イルちゃんがお菓子をおねだりするなんてちょっと意外かも。な、フィリス、違うわ。これは。確かにリア姉のお菓子おいしいもんね。うんうん、わかるわかる。くっ、フィリスのバカ。なんかすごい恥ずかしがり屋ですね。あれ、言っちゃった。なんでだろう。乙女心は複雑なのよ。おー、まあいいや。リアネ、私にもちょうだい。ないんじゃないのかな。あったのか。
まあいいや、じゃあ今回ねこの辺で終わりにしたいと思います。新しい町来ましたね。あ、そうそう、ちょっとだけ町の地図だけ見よう。うわー、土砂降りだ。ワールドマップ、あ、 78% だって。結構埋まりましたね。うわー、クエストがすごいことになってるぞ。あ、ここね、バイスラークっていうのね。だ、もうちょっとですね。ここ町出たらもうここまでなさそうだな。町らしい町はこっちだと思ってました、バイスラークって。違いましたね。ってことはここに公認錬金術師いてくれるといいんだけどな。そうすると3つ集まってここに来れますよね。で、まだまだ行ってないとこいっぱいあるからな、うん、はい。小さなクエストもいっぱいありますけど、あ、やっぱあれ夜光るんですね、これね。電気かなと思ってたんですけど光ってます。ということで今回ねこの辺で終わりにしたいと思います。次回は奥の寺院の方に行ってみようかな、あっちの方の奥ね。ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。予定となんか全然変わっちゃったけどね。